両孝子は、韓国の小説家、全羅北道全州市出身。1955年7月17日、全羅北道全州市に生まれる。全州女子高等学校を卒業し、文芸小学生として、遠行大学校入学。大学を卒業した1978年に、で、月間文芸誌の新人賞を受賞し、分断デビューした。 1990年代の代表的な作家の一人である。初期の作品は社会から阻害された人々に対して温かい視線で描かれた内容が多かった。1987年に発表したは都市開発のためソウルを離れて町外れに住む貧しいながらも善良に生きる人々の話である。1990年に発表した初の長編は翌年に で出版された。この小説には大学受験に失敗した老人生の主人公と無能な父、ホステス、故郷を離れたおじいさんなど様々なキャラクターが登場する。1990年代に発表した作品は大衆性と商業性にも優れた才能があることを証明するものだった。攻撃的フェミニズムに対する論争があった時空を超える。 ファンタジー技法で書かれた恋物語、さらに、20代女性の主人公が二人の男の間で葛藤しながら人生の矛盾を見つける内容の、が引き続き、ベストセラーとなった。現在は、本陣初臨の代表を務めている。ありがとうございます。